昨日作った自作 PC なんですけど、すごいコードがぐちゃぐちゃ、コードがぐちゃぐちゃなんでね、これをきれいに裏配線的なことをしたいと思います。一応配線終わったんだけど、わかるかな、わかりにくいな。規格がね、ミニ ITX、MATX よりちっちゃいんだよな。暗くてわかんない。こういうとこね。配線。やっぱコルセアみたいなブランド品のケースはいいですね。タイラップとかついてて。はい。一応配線処理終わったからパネルを取り付けたんですけど、いい感じかな。中はこんな感じで、ちょっと分かりにくいけどな、コルセアのケース。で、電源今入れて Windows 普通に立ち上がってるんで、うん、これであとはデスクの下とかに入れちゃえば完成かな。カインズで買ったね、このセラミック付き版の焼き網でパンを焼こうかと思います。ちょっと焦げすぎたけど、まあこんな感じかな。やっぱトースターが必要だね。お昼ご飯完成です。うん、やっぱ 4K の映像を見ちゃうと、これは 1080p の動画だけど、やっぱ画質悪いなって思っちゃいますね。この映像は DJI Phantom 3 のプロフェッショナルで撮った 4K 映像らしいですけど、これはやっぱ解像度あるなって感じがしますね。綺麗綺麗。ちょっとね、ブロックノイズがやっぱドローンで撮った映像だから GoPro チックな映像になっちゃうけど、ってなるとやっぱり画質がいいのは、画質が良くて 4K が撮れるビデオカメラってなると、GH5 とか XT2 とかになっちゃうんじゃないかなって、今のところ。まあ業務用のね、ビデオカメラとか、コンシューマーのビデオカメラも 4K いいんだろうけど、そこら辺のやっぱ、デジカメの 4K ムービーがやっぱ今はすごいんじゃないかな。このね、映像が、GH5 のこの映像が綺麗すぎるってのが反則なんだけどね。はい。今日の夕飯は、これ。ガリバタチキン。クックドゥ今日の大皿、ガリバタチキン作りたいと思います。で、材料がこちらです。ブナシメジ。これは半分でいいね。で、肝心の鶏肉、胸肉。で、長ネギ。これ結構ね、美味しいんですよ。ちょっと片栗粉ないけど、まあいいやって感じで。それじゃあ、作っていきます。
撮ってる？うん、撮ってる。iPad Pro 使うかな。いやーでもちょっとね魅力的だよね。俺は実物見てからだな。こっちにいる間に変えたらいいけど、ガガシのやつ見たら来週発送っぽいからね。15日とかそれぐらいでしょ、うん、来週だよね。だからちょうど1週間後、うん、来週の頻度、あの 120Hz が気になるよね。どれほどのもんか、うん、でもあれかな、 iOS 11が来てからの進化が発揮されるのかな。だろうね。でやっぱ iOS 11が一番すごいのが今年出る iPhone だと思うから、もう今回のあの iOS 11のさ、うん、マルチタスクとか、あのドラッグ&ドロップとか、うん、あれ見てると、で、スマートキーボードもさ、しょっぱなからもう日本語キーのやつとかも出してきたし、なんか完成してあれだよね。うん、MacBook みたいな。MacBook ですね。でも本当あれだったら、あの 10.5 じゃなくて、ほんと 12.9 のでっかい方が、ちょっと欲しくなっちゃうね。家に置くようよ。うん。あれを持って歩くことだもん。持ち歩、もう完全に今持ってる 9.7 インチの iPad Pro が完全に持ち歩くようになって。ネギの中身を押し出して早く焼くライフハック。じゃあ始めはこんなもんでいける。